はい、こんにちは、世界を緑でつなぐダッシュ .jp チャンネルの和田です。今日はですね、インタビュー with 盆栽家さんということで、香川県の、高松市にある平松春松園さんにお邪魔してます。で、盆栽家の平松さん、53歳頑張ります。で、平松さん、今日作っていただくのはこちらの新柏、まあ、樹齢的にはまあ150年から200年ぐらいの当然立ってる自然の山鳥の新柏で、これを破傷糸井川、破傷が細かいやつのことを糸井川って言いますね。新柏の中ではやっぱりこの糸井川新柏がもう一番いいと、なんで今日は1日ぐらいですかかけて平松さんにこれをまずどう変わっていくのかっていうのを仕立てていただいて、なるべく平松さんの多くを聞き出したいなと思ってますので、よろしくお願いします。これ平松さん、これ何されてるんですか？これほら、ラスピアっていうこの樹皮よ、これ木の心拍、こう吸い上げが多いんで、はい、うん、針金をこうきつく巻いた時にこう皮がむける場合があるんで、でこのラフィアっていうこの乾燥したやつをこう保護的に枝に巻いてやったらほら枝が傷まない。これラフィアどうやって巻いていくんですか？もう普通に螺旋状に巻く。多少こうこのちっちゃい枝間引いてやりながら。今回のラフィアは特にその枝の保護を目標に、皮がむけるのを防いでやるっていうのが目標。ちなみに平松さんって年間どのぐらい作られるんですか、盆栽？まあ、1年間で8ヶ月以上は毎日針金かけるんで。ですよ、うん、でも100以上、100から200の間ぐらい、うん、は作るわな。大きいのもちっちゃいのも合わせて、うん、ちっちゃいのはな、1日くらいでできるときなのに。年間で一番忙しい月は何月ですか？一番忙しい月、一年中忙しい。いいことじゃないですか。作業はずっとあるね。まあ、針金シーズンはそれはもう当然ずっとな。針金だけのシーズンが一番マックス忙しい。へえ。でも平松さんみたいに、あれですよね、本当にそのハサミ一本で世界へみたいな、このワードはまあそこまで大したもんでないけど、かなり引きがあるワードからして、ハサミ一本で世界に行ってみないかみたいなことでやってったら、多分やりたい人いっぱいいると思いますよ。何人兄弟だったんですか？これ3人兄弟。3人兄弟で、で盆栽継いだのは平松さんだけ。でも長男の宿命やからね。なんか本当は盆栽やらなかったらこういうのやりたいっていうのあったんですか？物心ついたら後継ぎせえっていう刷り込みがされとったんだ。もう小さい頃から、うん、もう小学校とか、うん、だけど、まああのやってみたいないうことはあったけどな。何やりたかったんですか？ホストとか。小学生思わないし。いや、ほんま、で映画が好きだったんで、ちっちゃい頃からな。ハリウッドでも行って映画作るスタッフになりたかったみたいな漠然かも。映画出る方じゃなくて作るスタッフの方なんですね。出れんかも。いつからこの家の本格的にされ始めたんですか？23か。今海外結構行かれるじゃないですか。それはいつぐらいから行かれ始めたんですか？海外30になってぐらいかな。もう15年。結構前から言われてたんですね。うん、今で何カ国ぐらいですか？10ぐらいか。平松さん、お子さんは盆栽はされないんですか？されない。しないですか？子供には選択の自由を。職業選択の自由になるやろ。基本的な、基本的に人権を尊重したんです。なるほど。これは枝をこう持っていくんで、右巻きな。曲げていく方に対して、こう、右へこう曲げ込んでいきたいけん、右巻き。大体ピッチ、まあ、45度が理想的なピッチっていうけど、まあ、簡単に螺旋状に。針金かける上で一番大事なことって何なんですか？針金こう、ほら、
こういう小枝もかけていくんで、針金の数は少なく見せながら、きっちりかかってないとちゃんと曲がらないので、少ないけど、きっちりかかってて、きっちりかかって曲げれる。自分が持っていきたいところに枝をちゃんと持っていかんといかんので、この枝をここに、のどかしていくので、で針金だけで持っていったら、その折れる可能性もあるので、無理やり。で、こういうのは、細い針金で持っていきたいところに持っていった方が安全なので、うん、少しずつ曲がり癖をつけながら、つけながら、締めていくわけです。そうそう、曲がり癖とか。で、前から見て、自分の持っていきたいところに来とるかなっていうのを確認して、本当はこの、こいつがもうちょっと伸びたら、そのバランスがようになる。まあ、この作業で将来10万円になるか300円になるか300万になるかじゃあちょっと喋ってる場合じゃないですか。喋ってる場合じゃないですか。300万円のことになるよって言っていければそのまま俺もちょっと嬉しい。俺も嬉しいですね。嬉しいですね、それは。いやでも結局はそれよ。っていうか、この形作りでその価値は決まっていくと。銅線すごい量ですね。そうやな、動線やっぱりな、特にこの心拍はほら、細かい枝が多いんで、細かい枝も全部かけていくんですね。基本的にはかけた方がいいな。一番前までいくんですね。まあかけ、れるところまではかけた方がいいな。うん、ああ、でこのこれでまあライン揃えてやって、ちょっとまだ枝の距離が足らんので、うん、もうちょっとこれ全体が伸びてきたら、このもっとボリュームができてくる。こういうすっきりとしたラインを作ってやったら、その盆栽が生きてくるんで、うん、で、針金かけるもう一つのメリットは、その広げてやることで太陽が当たるんで、もう全体に太陽を当ててやって、こういう中の方の面ももっと元気にしてやるもう大事なことや。平松さんの普段の一日ってどんな感じなんですか？普段の一日か、起きる、仕事、ビール、今日ビール抜けてるじゃないですか。いやいや、起きる、仕事、終わりにビール。シンプル、終わり。ビールが、これ冷えてないわ。冷えてない。これこう、冷やし冷凍庫入れるかもしれない。じゃあ先ね、これ冷えとった1本しかない。めっちゃ一番いい顔してるじゃないですか。そりゃそうやろ。じゃあまだお疲れ様ですじゃないですか。まだお疲れ様ちゃうけど、ちょっと疲れたわ。エネルギー補給が、そうですね、必要だ。いただきます。なるほど。何もしてないけど。はい、暑いけん。そうですね、やっぱり2時、そうそうですね。2時、早いの。これもう、ま、だんだんちょっと、まだ、あ、もう2時間頑張れる。違うのが見えてくるんですよ。いや、見える方は一緒や。めっちゃ似合うじゃないですか、その感じ。うまい。この一時の、ために人ね。これ、今伸ばしとる弦、ちょっと輪郭自体はな、分かりにくいけど、大体もうこれで、針金かけの自体の作業は終了じゃん。これがもう、完成イメージから言うと、今何十パーセントぐらい？完成イメージから言うたら20%ぐらい。20%ぐらい、スタートなんですね。ほんまのスタート。赤ちゃんでもできる。そんなことないから。どのぐらいまでやればいいんですか？
いやもう汚れが落ちるぐらい程度で、このほら緑の苔みたいなのあるやん、はいはい、ここだけ落ちるんですよ、うん、ある程度落ちたらひたすら塗るしかない。これは何ですか？硫黄合剤。硫黄合剤っていう殺菌剤。ただこれを塗ってやることで、はい、このジンが白なの。だから硫黄の匂いがすごいんですよ。温泉の香りというか、卵の匂いというか。で何回かほら、やっぱりこういう苔みたいなほら汚れがつくんで。はい、それをほら掃除してやらんと菌が腐ったりするんで、うん、その防腐も兼ねて根で何回も掃除してやって塗ってやる。これ根はやんない方がいいんですか？根はやらんよ。根につけたいから。これ根は塗ったらいかんで、ここら辺はいいんですか？これはいいやん。だってしんどい。その根元土とかを塗るときは慎重に塗るだけ。あ、わかりました。というわけでですね、山津さんに、心拍の静止作業を、していただきました。で、そこからこの硫黄合剤ちょっと塗って乾かしてということで、一旦今日はこれで完成。今回はこれで、一応作業終了ということでですね。はい。で、ここから先はどうなっていくんですか、この盆栽は。あ、枝数が少ないので、はい、もう少し伸ばしてやって、もう枝のボリュームをつけてやって、あとジンとか、シャリとかの調整に今から。はい、ということですね。どのぐらいですかね、かかる。まあ、3年ぐらいね。3年ぐらい。2、3年ぐらい。この状態を維持してやって、枝数を増やしてやった後に、また次の対策に入りたいと思います。ということですね。ということで、今回ですね、まあ、普段こう、盆栽を作っていただくときに、あんまこう、喋ることとかないと思うんですけど、うん、最後にこう、平松さんにとって盆栽とは、ぜひお聞きしたいなと思うんですが。まあ、地獄でもあるし、天国でもあるし、うん、もう人生のすべて。ああ、そうですね。もう人生のすべて。よかったです。地獄だけで終わる。地獄だけで終わる。地獄だし、天国だしですね。盆栽とは辛抱やろ。辛抱して作り込んでいくしかない。そこに年数をかけて。もう辛抱そのものよ。だってこれもすぐ答え欲しいけど、3年後ですもんね、これをどうするかは。3年後だったり、10年後だったりな、それが一生自分の思うようにならんかったりするわけで、うん、サイトは辛抱って T シャツ作りましょうか。いやいや、もうマジや。辛抱、後ろ根性。まあでも作って、盆栽とは辛抱。よく気に入ったんすね。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。